地は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第28節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。フ・シンキン、アルハンドン、キハン、リー・シャンテン、マ・リン、リー・テオ、スウ・ジサ、ウ・チェンヒ、ハン・ジー、リ・ウイフン、ジュン・ジー、川口、秋田、宮本、伊藤、鳩、稲本、西澤、中山、山下、福西、柳沢。キックオフの笛です。稲本、ドリブル、味方を探してますよ。これが遅いですね。あーできた、頭で合わせる、ごっちゃ、ゴル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 ゴー、ダイナミックゴール、見事先制点を獲得しました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、スライディング、さあここからどう攻める、危険なタックル。このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。ゴール、芸術的なフリーキック、着実に点を重ねます。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。思い切り曲げてきた、この人の右足はすごいです。宮本、おっと足がかかった、稲本、リ・ウイフン、ボールを外に出します。左へサイドチェンジ、ナイスファイト、ドリブル、主審ファウルを取りました。壁を作ります。思い切り曲げてきた、この人の右足はすごいです。左へサイドチェンジ、マ・リン、宮本、
ボールを囲んでいきます。さあここからどう攻める。山下、さあどちらがボールを支配するのか。落ち着いて対処します。危険なタックル。福西、思い切り曲げてきた。不審金。中に絞ってきた。ジャンプシュート入った。ゴール、ブリリアントゴール。得点は5対0。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ。山下、前半あと10分です。スローインです。右へサイドチェンジ。ハト、これはちょっと危険なプレーでした。センターバックがチームメイトに喝を入れます。どちらがボールを支配するのか。福西、これはファールです。レッドカード、退場です。そして次節も出場できません。そうですね、大事なところで出場停止になってしまいましたね。しかしガッツあるプレーでした。壁を作ります。車輪の活躍、ハットトリック。スタンドは男。ここで前半終了。
前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は6対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。中へ上げた。さあどちらがボールを支配するのか。ドリブル、コーナーキックになります。さあチャンス到来、これはファウルです。キハン、これはイエローカード。ここでイエローカードをもらってしまいました。次節出場停止です。中西さん、これは痛いですね。これは辛いですね。中西さん、壁を作ります。ヒーダーゴー、マーベラス、スーパー、イルビホゴー、素晴らしいゴールです。得点は7対0。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ヒーダー、この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。チェンジ、後半10分が経過しました。一旦サイドチェンジ、よく見ています。スローイン、さあどちらのボールになるのか。おっと、足がかかった。稲本、思いっきり曲げてきた。ハト、これは気をつけないと。シュート、決まった。もう一度見てみましょう。柳沢、キハン、西澤、シュート、キラーパスになるのか。フ・シンキン、千葉の香りもかぐわしいドリブル、中へ放り込む。シュート、ゴル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 ゴ
すごいスコアになっています。さあもう一度見てみましょう。稲本動き出しが素早いです。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。キハン、柳沢、いけいけ、ドリブル、フリーにさせてはいけない。ハーフストを狙った、枠から大きく外れています。福西、順次、マリン、ピッチを優雅に徘徊します。アルハンボールが宙をさまよう。シュート、ジュン・ジー、これはゴールキック、これは決めて欲しかった。中田英寿、シュート、コーナーキックを得ました。マリン、あと、ヒデ、見たか、ゴー。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、彼は本当に視野が広いですね。ニアポスト、グリシー、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。完勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。